さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、今回のフェス限強化でですね、大魔女に強化が入りまして、10体強化が入りました。で、まあ僕のチャンネルでまでよく考えたら一体も使ってないんで、まあ今日はですね、最強ぶっ壊れチート、全力ウルトラハイパーヤバすぎる超ぶっ壊れ壊滅級チートキャラ使っていこうと思います。今日使うのはマドゥですね。はい、まあ、僕のアイコンにもある通りですね、まあもちろんこんだけ最強キャラにこだわってるね、まあ僕は最強のキャラばっか動画に出してるんですけど、まあ、そんな最強にこだわる俺がアイコンにしてるってことはもう間違いなく最強確定ぶっ壊れチートなキャラなわけですよね。で、今日はもう最強ぶっ壊れ確定ウルトラハイパーチートキャラのマドゥをですね、実際に使っていこうと思います。なんか言っていいですか、大魔女強化入ったのになんでマドゥだけこんな強化微妙なんですか。本当にもうちょっと強化入るかなと思ってちょっと期待してたのに、なんか大魔女全体的に微妙だし、しかもなんかその中でもマドゥちょっと本当に微妙な感じがしてすごい悲しいんですけど、まあ一応ね、進化前はねスキルブースト6個あって、でね2ターン遅延があるから、まあ実質スキル8つって使えますけど、まあでもまあ使えますけど使わないですよね。それこそね、例えばですよ、リーチだったらちょっとなんかいい感じの強化もらって5ターンの属性吸収ダメージ吸収になって、でこれで裏マロのねガネーシャからのシェリアスルーツまでのシェリアスまでの階層をね属性吸収つなげるとか使い道あるわけですよね。まあゼラに関してはノーコメントやけど、まあ、サレネに関してもノーコメント、いやサレネは普通に進化後強くなりましたしね、これ普通に強いですもんマジ でスキルも短くなったと。でベロアに関しても意外と強くなってるわけですよ。でもなんか悔しいんで、今日はマドゥリーダーで使ってチャラダンレベル上やっていこうと思います。あ、でもなんか、しょうもない使い方嫌だったんで、もうとにかくレベル120のキャラ詰め込んで、もうとにかく強いパーティーで使っていこうと思います。まあ、でですね、L 字でソニア継承です。吸収もコインで使います。半ソロ7強上限解放で、スーパーワン継承です。鉱山税無効換上限解放で、追い一武器継承してます。そして、マグニートですね、お邪魔大聖プラスに甘津継承です。まあ、マグニートと鉱山税は、潜在逆でもいいですね。で、デモラ、スキブプラス上限解放で、こちら。半ソロじゃないわ。カイロレン継承です。はい。カイロレン武器継承。最後、フェルンド・マデューが煉獄継承上限解放です。まあ、やっていきましょう、一旦。いや、マジでね。てかね、リーダースキルの強化がちょっと入ると思ってたんですよ。コンボ加算もしくは、まあ、ワンチャン、追い打ちが入ると思ってたんですけど、入んなかったんですよね。で、まあ、まあ、一応ね、マドゥは、俺は入ってもいいと思ってたので、ちょっと残念でしたね。まあまあなんか入んない方がいいよって意見の人もいると思うんであれなんですけど、僕は入ってもいいなと思ってたので、正直ちょっとショックでしたね。はい。で、これ火作っといてから甘津打って、ゲル試していきます。まあだから分かりやすく言うとね、リッチマドゥキティとかだったら、一応気工場勝てるぐらいの性能はあったんですけど、正直マデューで気候調はいけるけどやる意味ないって感じですね。本当になんて言えばいいんだろうな、俺が自己満でやる分には全然いいけど、視聴者には真似してほしくないですね。少なくとも視聴者には絶対真似してほしくない。マグニートを貯めてから突破していきます。やりてえな今度マデューで気候上チャレンジ。いやマジでマデューさ、追い打ちもコンボ加算もないから、そこも完全自力ないよね。一回で無効換組んでみるか。だからコンボ加算ないから言わずもがななんだけど、10コンボ強化なんて発動しません。7コンボが限界なんで、ハンソロが必須っすね。マジでハンソロ頑張れって感じ。火力引きまして、火力ほぼゼロやん。まあ一個だけいいところがあって、指定色は消す必要ないので、ドロップ焦げすればいいだけなんですよね。意外とそこだけは優秀っていう。そう、だから火の焦げしとか必要じゃないんで、それが自由っていうところだけは神なんですけどね。それがあんまりメリットはないですね。そう考えるとマデューキティってまだちょっとは強かったんだな。まあ新キャラやったしね。大魔女強化ね、なんか全体的に強いキャラは少なめかなって感じはした。いや、全体的にね、強化されてて、悪くはないんですけど、なんか最強ぶっ壊れチートが少なかったんで、思ったよりって感じでした。結構ね、期待したかったんですけどね、個人的には。あ、意外と普通なんだって感じで終わったっすね。デムーとかも一応ルーレットループあっておもろかったんですけど、実際火力低すぎて実用性がほぼゼロに近い感じではあったので、なんかちょっとね、残念な気持ちで終わった大魔女強化でした、個人的には。逆になんかみんながこのキャラ強いと思ってくれた方がいいのかな。まあ普通に、そうだなぁ、寝れ吹きの強化とかはでかいのって感じしたしね。あとサレーヌのスキルターン強化とかもめっちゃ強いと思います。そこら辺かな、一番でかいのは。やっぱここもハンソロ打ちます。
OH 組みながら倒す。ちょ、OH 組みながら3コンボ加算利用して突破していきましょう。実際今のチャレダンレベル10ってむずいんですかね。なんか最近チャレダン全くやってなかったんで。もう硬っ、硬すぎでしょ。もう一回 OH 組みながら殴りますけど、 L 字組んだら倒せたりせんかな。いや、ウェイだなこれ。これやね、ウェイでいきます。ウェイだったらどうだ。 QC、 いや硬すぎ倒せないんだから。予想外のこと来たね。倒せないっていう。デネモラ打ちます。おいちゃんもいらないんで、無効感組みますね。いや、ちょっとあれですね。これもまずいですね、この試合の動画が。果たしてボスまで到達できるのかっていう話ですけども。ここ一旦こんな感じで、無効感組んで殴っていきます。はい。さすがに倒せるでしょ、無効感組んだら。やばい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 。必殺技いくらしい。覚醒無効火薬なんか積んでないんだが。絶対死んだわ。いい水の投資攻撃か。あオッケー、オッケー、絶対死ぬ。うん、118万。はい、倒していきます。はい、続きまして5階層マッハか。あ、なるほどね。リダチェ、いやリダチェやめてほしいな。よし、あーすいません。これでコンボしていきましょう。いやリダチェされるのきちいマジで。あ、ちょっと一応ね、全力コンボしていきます。はい。いやー、リダッチェ、マジか、マテューかリッターじゃないとな、きついのな。いや、マジで硬い。なんでこいつらこんな硬い、マジで。なんでこんな硬い、こいつら。アンソロ打ちます。オッケー。メコワン組みます。最近のチャルダンレベル10ってこんな硬いんですね、マジで。まあ、当たり前か。レベル10やしね。はい、無効感で。いやマジか、半ソロ弱え。追い打ちできるぐらいか。ふーん、追い打ちできるだけか半ソロは。もうマティのおかげやね、今倒してんのも。ここはね、無効感やけどね、無効感いらん可能性まだあるね。で一旦 L 字組みたいんで、どうしようかな。じゃあデネボラ打ってあげて6回とします。一旦、はい、ロック解除してあげて、ちょっと様子見するわ。うん、一旦ロック解除の9コンボでどんぐらい削れるか見ます。はい。お、意外といけるな。ワンチャンあるぞ。硬すぎお前、ふざけんの。でここはマグニートを打って、かつマディ打ちます。ダメージ激減あるからね、強い。でかつヒドロップ大量生成してあげて、火力を少しでも上げます。よしよし、いい感じやね。これで7コンボなんで、ちょっとは削ってほしい。これ3コンボ加算含んで、さらにコンボ落ち込んで16コンボ。頼むぜ。お、落ちる。まあこれがね、まあデューなんすわ。まあということで今日は、最強のマディを使ってね、シャランレベル10をクリアする動画でした。僕はパズラメンさんに言いたいです。もうちょっとでもいいから強くしてほしかったな。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。